女装ドラッグアイドルドビーソワのソワソワラジオ。この放送はエンジョイ沖縄ダブルギアの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。今日は7月の5日午後9時を回りました。第14回女装ドラッグアイドルラビンサーのソワソワラジオの時間となりました。イエイイエーイ。はーい、1週間経ちましたね、うん、はい。この番組は性的少数派である LGBTQ の世界や私たちの周辺に咲く身近な話題を時に楽しく時にソワソワ真面目に語るミニ情報番組となっております。そしてそんな日曜ゴールデンタイムのラストを飾るのはエラブリー担当インスタ映えのロビンソット魅惑のテクニシャン宮城フェスティバルです。よろしくお願いします。ソワソワラジオでは皆さんからのメッセージを募集しています。番組への感想や質問やご意見何でも OK です。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp となっています。また SNS でも随時受け付けています。 Twitter では番組公式アカウントソワソワラジオで検索をお願いします。ロビンソワでも検索すると Facebook や Instagram でもヒットします。ツイキャスでのライブ配信や番組終了後に YouTube でも配信しているのでぜひチェックしてみてくださいね。してみてくださいね。はい。そして今日のテーマは、はい、もう夏ということでね、うん、海、はい、海ですね、うん、海、季節来たわ。はい、来たね。そして今日のゲストは、はい、虹色チラーズからジュリアンとオーミンをスタジオに迎えて、でオーミンは自分でライブ配信をしている最中なので基本的にはなんかめっちゃ手振ってる、オーミン手振ってる。であのジュリアンとミヤフェス君3名で、うん、はい、あの話していきたいと思いますので、はい、どうぞ最後まであのご視聴していってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ一旦 CM 行きますか。はい、行きましょう。どうぞ CM です。はい、ただいまの時刻はロビンソワのソワソワラジオをFM コザから生放送でお送りしています。はい、この番組は性的少数派である LGBTQ の世界や私たちの周辺に咲く身近な話題をお話しするミニ情報番組となっております。はい、ということで早速あのツイキャスとメールいただきております。いただいてるさ。いただいて、はい、じゃあまずあのツイキャスからね、あら、ごめんなさい、ごめんなさい、米沢さん、はい、はい、サイクスよ、チューガナビラ、ね、熊本人やいびん、熊本って、おー、今ね、今熊本大丈夫？なう大丈夫？あの、洪水、大雨でね、雨が、洪水がすごいことになってて、すごい流れてて、で、米沢さん、方言しゃ、沖縄の方言しゃべってるってことは、沖縄に住んでいらっしゃるのかな？うん、だとしたら、どうなんだろう、うん、それか元？元沖縄の人？でも熊本人って書いてある、うん、あだから、米沢さんご実家大丈夫？ねえ、ね、怖いね。とりあえず、ね、大丈夫かな、ね、大変なことになってる。最近九州地方多いね。そうね、天才ね、うん、確かに。そしてあのな、虹色チラーズ の今研修生のベロニカちゃんから来てます。はい、こうやって見ると皆さん個性が出てますねって。出まくるよね。出まくり、うん、個性の塊だもん、ね、あのそうよ、抑えきれないからね。そう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 、そう、そんなあのミヤフェス君、うん、今私たちに埋もれています。埋もれてます。完全に個性がね、みんな強すぎて、ね、だからもう喋る声にあのキラキラ感が、はい、わかりました。ワンオクターブ開けてね。よろしく。はい、ユネサスさん、5歳の娘に公園で言われました。おち、いやこれ言っていいの？大丈夫。おちんちんからおしっこ出てるって、そりゃしょうがないよね。生理現象よ。どういう状態これ？こう5歳の娘によ、うん、ということは娘さん見たのね。ああ、なるほど、見たってことね。あ、びっくりしてね、うん、あ、じゃあ教えてあげないとお父さん。じっくりね、あの保険、日本はね、あの保険体育遅れてるから。そう間違ったね、あの知識、うんうんうん、ね、覚えられてもダメだから、ね、ちゃんと教えて、そうだね、はい、ちゃんと教えないと。
そしてあのメールも来てます、はい、沖縄ニューハーフ禁断少女の人々ようこそ。毎週たし楽しかんだ毎週楽しみにツイキャスで見てるのよ。はい、ありがとうございます。これちょっと待って、ラジオネーム長い、うん、毎週楽しみにツインキャスで見ているのよこさんから長い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 。こんばんはロビンちゃん今日も私の楽しみの時間がやってきましたね。いつもワクワクしながら見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな海ということで、沖縄なので海の話題は尽きないと思うのですが、正直日に焼けるのが嫌で社会人になってから行けてません。私、前は気にしなかったのですが、シミ、そばかすが怖くていけません。あとくすみも ね、ロビンちゃんの肌ケアあれば教えてくださいですって。シミケア肌ケア、シミ、そうそう、肌ケア、シミ、くすみ、そばかす、うん、ね、常に日焼け止めは必須よね、沖縄はね。でも私先週一応ひさろ言ったよ普通にあのチャタンにある日焼けしたい派なんだよね。そう、予防じゃなくてね。そうそうそう、うん、あの日焼けほら太陽 の光とあの日サロの光とまた違うんでしょ、うん、この太陽の有害物質なんだっけ、 UVA とか UVB と か、 なんかそれ、なんか成分が ね、それを省いてるんだよね、うんうん、省いたのがまあ日サロでできるから、うん、まあ外よりはいいのかな、いいのかな、うんうん、でそれであの下地を作って、いざこのねビーチパーティーとか外で長時間過ごす時のため の、 あの備え、うんうん、そうそうそう、いきなり焼いちゃうとあの赤くなっちゃったりとかね。そうそう、すごい痛いよ外で焼くとね、いきなり焼くと。そうそうそう、ある程度こう下地作った方が、うん、あの長時間焼いても翌日痛くないっていうね、うんうんうん、感じの、うん、何も肌ケアしてないけどね、うんうん、なんかしら日サロ行ったことないか分かんない。ああそうなんだ。でしょうね。え、ミヤフェス、ミヤフェスくんは？はい、日サロ行ってますよ。行ってます？はい。あら、まあまあ、前よりはちょっと焼けたかな。前よりは焼けてま、あの最近免許証更新行ってきたんですけど。あらあら、うん、うん。あのやっぱり焼けてましたね、前より。あ、本当、うん。焼けてた、焼けてた。やっぱりさ、なんかさ、じゃちょっとはさ、なんかあの、うん、日焼けしてた方が私的には。うん、この健康的っていうか、あーそうだね、なんかこのなんだろう、すごい痩せてても、うん、あの健康的に見えるよね。そうよね、ぽっちゃりでも、うん、こう締まっても見える、あー、うんうん、そういう感じよ、うん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 、だからそう、ね、そう、私誕生日近い、あの普段はね、オスとして生きてるので、うん、やっぱ多少の日焼けは、うん、そうだね、うん、多少はね、うんうん、だってさ、ちょっと焼けた私を自分鏡で見るときね、自分を、うん、なんかちょっと、あ、なんかうっとりすんの、うん、なんかやだ気持ち悪い気持ち悪いうっせぇうっせぇ喧嘩しない、喧嘩しないよラジオで、ごめんなさい何このわちゃわちゃっていうことです、うん、あとはい、あのツイキャスでベロニカちゃんから、海ですか、私はこの前海で水も滴るいい男を見て自分のすっぴんが怖いですあの顔面偏差値はずるかった。なるほど、まあね、この季節海は ね、あのブスもイケメンも集まるからね。うん、私だとタータキっていうとこ行ってみた。タタ、あ、北部でしょ。そう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 、一昨年行った。滝できるのかしら、ね、滝行できるかも。沖縄で焚き火をできるとこってどこか知らない。あるのかな。なんか、え、専門あるって聞いたけど。あ、本当。専門のところかしら。じゃあちょっと、じゃそれはね、あの、スピリチュアルに関することだから、後ほど、ね、番組の後半でたっぷりとお話ししていただけたらと思います。はい。そしてですね、あの、うん、私たまにほらツイッターでアンケート実施してますって言ってたじゃん。はい、今回もあの海をテーマにしたやつをちょっとやってみたんですけど、はい、お題、あなたの海での過ごし方は、はい、でるん、はい、はい、でるん、4択あるんですけど、あのちょっと一つは面白いやつだから、はい、最後に取っとくね、はい、
合計133票いただきました、はい、ありがとうございます、はい、ですね、じゃあ第4位から、はい、じゃらん 10% マリンスポーツ派、おマリンストップ、マリンスポーツ、水上スキーとか、とか、あ、水上スキー、あと何シュノーケリングとか、シュノーケリングとか、サーフィンは、サーフィンもマリンスポーツになるのかな、うん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 、うん、そんだけ、うん、やっぱさ、マリンスポーツしてるってことは、うん、マッチョとかじゃない、ちょっとなんか体多いよね、筋肉質な、うん、いや、そうしちゃう、宮城くんはするサーフィン、しないし、あ、しないの、泳げないし、俺金槌金槌、あら泳げない、俺まさかの、もう意外、最後に泳いだのが中お風呂場、お風呂場で、お風呂場で、どんだけ広い お風呂を持ってるんですか、そんなお金持ちじゃないんで本当、はい、最後に泳いだのが、うん、中3が最後かもしれない、やだ、プールです、あ、プール、ずっと泳げなくて、うんうん、で泳げなかったんだけど、うんうん、泳げない人って呼吸とかが下手って聞いたことがあったから、それを意識してやっ、そうそう、タイミングとかこう顔を上げるタイミングとかが本当に分かんなくて、はいはい、それを意識してやってみたら25メーターだっけプールって、うんうんうん、プールはね一応泳げた、最後その記憶から最後に俺は泳いでない、あ、本当、すごいサーフィンしてそうなイメージだけどね、うん、下ろとか行って黒くしてるくせに、ね、でもさ、うん、サーフィンしてたらさ多分もっと黒いはずだし、うん、多分もっとイケメンだと思う、おいおいしらっと言うなしらっと言うんじゃないよ、そうじゃないだって、ね、ごめんなさいね、はい、じゃあ第3位、はい、いきます、ダラ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 じゃーん、11% ビーチパーティー派、はい、おー、ビーバー派ね、バーベキューしたりとか、あ、また行きたいバーベキュー、あとはね、ビーチバレーも、うんうん、まあ、砂浜系はね、うんうんうん、いいよねビーチパーティー、いい、ね、定番、みんなでね、ちょっとやりたいね、乾杯してさ、うんうん、ステーキ、ステーキじゃない、何、お肉焼いてさ、お肉、うん、ね、普段集まらないみんなで集まってさ、ちょっとなんかあの同窓会兼ねてみたいな、うん、とか楽しそうじゃない、楽しそう楽しそう、ね、うん、そしてあと 2択なんですけど、うん、第1位いきます、はい、じゃらららららじゃん、53% で、うん、波風を感じて黄昏派あいいね、それだ俺、それ、うん、俺それだ、そういえばね、さっき虹色チラーズ研修生のベロニカちゃんもそれって言ってた、うんうんうん、そうね、黄昏てるのが俺は、いい、ね、まあ泳げないからね俺はそもそもそれしかできない、ね、黄昏るしかないもんね、そうそうそう、ね、それか足つかるだけとかね、そうそうそう、あの波打ち際でね、あーあーってね、そうそうそう、なんか誰かとやってるでしょ、バサバサ、でも夜はね、うん、夜の海は危険だからね、あ、ね、夜の海怖い、あとあれじゃない、今月、来月、来月ぐらいじゃない、うん、お盆、来月再来月、あ、今年はお盆はいつ頃かしら、9月2日再来月ね、再来月、お盆中は大丈夫だけど、そのお盆が終わる頃は危ないよね、あ、本当に、うん、あれかな、集まりやすいからね、帰る時だから、ね、持って連れていく時持ってかれちゃう、あの皆さんご注意を、うん、はい、そして最後これ第2位なんですけど、うん、面白っていうか、面白いやつ、そう、なんだろう、言っていいのかなみたいな、そうそう、じゃららら、じゃん、じゃん、 27% もいました、はい、海中ちょめちょめ、はい、あなんだよ、本当に、え、でも海中でやったら水入らない、痛くない海水がね、海水入っちゃう、あんまりよろしくないんじゃないの、海水、そう、痛いと思うよ、うん、でも一定の数の方が、そう、 27% もいた、みんな変態なのね、ね、好きね、好きだ ね、なんか波風を感じて黄昏派とかさ、綺麗ぶってんじゃないわよって絶対そのちょめちょめ派の中に入ってんのよ、素直にちょめちょめしなさいよってボタン押しなさいって本当すごいね、 27% もいる、ね、多いね、そう、海でちょめちょめ、海の中ですごいね、海中よ、海中で、浅瀬でもいいの、深海でもいいから、ね、潜って、深海って潜りながら潜っててもいいから、やば、
ね、あのイルカとかさクジラみたいに、うん、ね、ね、適当に、ね、やっていけばいいさね、その辺ね適当にとか言わないのって感じで、あのツイッターアンケートでした、うん、はい、そしてそうこうしてるうちに、はい、ツイキャス、はい、コメント来てますね。で先ほど あの米沢さん、うん、やだたまたまついてるのって私たち、ええ、たまたまついてるのって女装だからね、女装だからね、普段は男です、そう普段はオスなんですもう普段はひげ生やして、うん、あの会社で勤めなんです、うん、そしてあの筋トレもしてます、うん、あのね、詳しくはネットフリックスのネットフリックスで、ね、ルポールのドラッグレストを見てくださいあのぜひあのツイッターとかインスタグラムとかでね、虹色チラーズとかロビンソワールで検索したらいろいろ写真も 見れますので、ね、ツイッターだあとねツイッターじゃないやインスタだったらもしかしたら私のすっぴんが見れるかもよって感じかな、露出のいや違う無だろダメやはい、ベロニカちゃん、私も黄昏ました。黄昏ね、うん、はい、さっき言ってたね。米沢さん、ビールうまそうだなって。そうね、この夏、うん、夏って言ったね、もう。なんかでもビールって言ったらさ、まあ、そのビーチパーティーとかでもいいけど、うん、あとほら、この熱帯夜とかでさ、うん、この窓ガラスわーって開けて、うん、その窓枠に腰掛けながらさ、うん、この、なんていうの夜風当たりながらさ、ブハーって。私飲めないからその気持ちがわからない。わかんない。私もわかんない。飲まないんですよ、ね。私ビール飲まないから。なんじゃそら。そんなイメージ。話聞きながら思ってたんだよ。飲まないって聞いたけどな、俺。そう飲まない。ビール飲む人いるよね。キンキンに冷えたビールをね、お風呂上がりとかね、暑い時に飲むとすごく俺、ね、すごいビール糖だから。あ、そうなんだ。うん。わかる気持ちは。でもさ、ね、あのなんだっけ、ビールじゃなくてもなんか炭酸とか、うん、あなんかさも私あの炭酸飲料だったら、うん、あの三ツ矢サイダーとかすごい好きなの。三ツ矢サイダーをさもうなんていうのペットボトルプシューって開けてさ、うん、ごく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 、あと海辺でねかき氷かき氷食べるの食べたい、うん、でもいいよね、うんうんうん、もう炭酸飲料飲んでさうめっ男に戻ってるわよ私今日ぜんざい食べたのよ。おう、ぜんざい。あら、どこか。いいね。でもあの三重のフードコート。三重のフードコート。沖縄のぜんざいめちゃくちゃ甘いんだけど。そう。砂糖どんだけ入れてんのと思う。もういっぱい入れてるでしょ、ね。どんだけ。ね。だってめちゃくちゃ甘すぎて、うん、あの沖縄ぜんざいは食べれん。あ、そうなんだ。へうん、だから自分で作るじゃん。あ、そう。でもあれじゃない？だってほら、うん、甘いのってあったかいのだったら。うん、ほら甘少しの料理も甘く感じるんだけど、うんうんうん、あの冷たくして食べるからやっぱり、うん、ちょっと甘さをそうそう出さないといけないから、うんうん、結構入れちゃうんじゃないかな。うん、びっくりした。私的には不二家のぜんざいがすごい好き、うんうん、あの那覇の泊まるに本店があるんだけど、うんうん、あっちすごい好き。そしてあのツイキャスでみことちゃんから来てるんですけど、たかちゃんの顔が見えないってまた言われてるわ。また言われてるわ。毎回のごとく。一瞬でないかしら、ダメ。ごめんなさいね、みことちゃん。今日はすっぴん、すっぴんがちょっと、何？原始人みたいな顔してるから。FM 子供まで。FM 子供で。あ、一瞬出るそうですし。はい、たかちゃん、はい、出て。たかちゃん、あの、ついてさ、あちらのカメラに。あっちよ、あっちよ。はい、出ました。これは何？港川人の。写真が載ってる内輪で写ってる、出てますラジオを聴きの皆さんはいはい、っていうことですね。はい、はい、あ、結構メールも来てますよ。本当だ、 ありがとうございます。はい、いっぱい来てる。じゃあお時間まだもう少し大丈夫ね。うん、みこちゃんからメールも来てれば、ペンネームプルクレバーニング、はい、毎回適当だな。ハビーちゃん、ヘスさん、お疲れ様です。はい、今日はジュリアンちゃんとオーミンちゃんもいるんですね。海ですね。やっとで、やっとでっていうか、梅雨明けてからの雨が多い気がします。海といえばビーチパーティー、飲んで騒いで最高ですよね。メンバーさんのおすすめビーチ教えてください。ジュリコ、ジュリコ、ある？なんか
ビーチパーティーとかバーベキューするんだったらアロハビーチとかあっちの方がいいんじゃない。チューブだしね、うん、北からも来やすいんだ。海行くんだったらやっぱし島ザマミとか、地形がいいと思うけど、でも北部の方行けばなんかすごい綺麗な海があるって聞いたから。あのね、そう、綺麗さで言えばもう北部よね、うん、本島で言えばね、あの離島、ね、沖縄の諸島もすごい綺麗、ね、南部汚い、うん、北部はねちょっとね、うん、濁ってますもんね。濁ってる、うん、何の濁りこれと思う。あんなその内地に比べれば綺麗な方だと思うけど、うん、あと沖縄に来てねって思う。あとさ、あのやっぱほらビーチといえばライフセーバー。はい、ライフセーバーなの？なんかさ、あの波の上ビーチのライフセーバーさんはかっこいいって。うん、スラッとしてる、スラッとしててイケメンがいる。有名なの？皆さんライフセーバーさん見たかったら、うん、波の上行かれてみていかがでしょうか。士官よ士官、ね、目で食べてね。そして、次のメール、尺玉さん、尺玉28面相さん、ロビンさん、フェスティバルさん、こんばんは。こんばんは。僕は海に行くとスイカ割りをしたくなります。そっか、スイカ割りっていうワードがあった、うん、でもお父さんとお母さんにダメだと言われます。砂がついたら食べれないし、もったいないと言われます。切ない。でもしたいです。砂ついたら洗い流せばいいのにね、うん、確かに。海で遊ぶゲームは何が好きですか。海で遊ぶゲーム、何がある？海で遊ぶゲーム、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 ゲーム、ゲーム、なんだろう、フラッグ、フラッグ、あーあー、何、あの棒は、棒は、棒、棒よ、棒、砂浜満開を立ててから、あの回るんでしょ、うん、ぐるぐる回ってから、うん、あのビーチフラッグ、そうそう、それ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 、あっ、あとビーチフラッグとさ、あのスイカ割り合体させて、ま新しいゲームになっちゃう、新しいゲーム、出来上がり。でもスイカ割りするときさ、スイカ、そのスイカ置くところになんかゴザかなんか引かない？ビニールシートとかね、なんかね、ブルーシートとか、うん、え、その人って直に砂に置いてるからじゃないの、うん、でもそうこうしてるうちに、うん、砂かぶっちゃうんだね、ね、あスイカ割りよ、はい、ということでビーチフラッグしてください。はい。はい、あのたくさんまたメール来てます、はい、こちらは海桜さんでいいのかな、はい、ロビンさん、フェイスさん、今日はジュリアンさん、オーミーさんもこんばんは。こんばんは。今日はジュリアンさんにお聞きしたいことが、はい、以前ジュリアンさんに判断してもらったんですが、はい、この海は危ないよ、行ったらいけない海とかあったら教えてほしいです。あと、どうしてそんなに男好きなのですか。いつも男にちょっかい出してる気がします。せめて彼女といる男性にはちょっかい出さない方がいいと思うのですが、その辺はどうお考えなのでしょうか。じゃあまず、あの行ってはいけない海って、行ってはいけない海はちょっと濁ってる海とか、あと崖とかが多い場所はあんまり行かない方がいい。なんか崖って言ったらさ、うん、あの残波岬とかは結構有名だし、あとあれもじゃない、万座毛とか、あの辺もじゃない、もう、うん、危ないし、あと糸満方面とか、うんうん、はあんまりよろしくない。そう、ね、霊がいるんですか。霊がいるし、集まりやすい場所、うんうん、沖縄の歴史もちょっと絡んでるじゃない。そうそういうのもあるから、うん、余計に、はいはいはい、あとほら波のあれもあるみたいだしね、うん、だからちょっとそこは気をつけた方がいいかなっていう。そうね、うん、まあ無難に波の上ビーチ行きなさい、ね。うん、イケメンライフセーバーでも見て、うん、そしてどうして男好きなのですかって。理由あるの？これやぼよね。理由みんな、ね、私も大好きよ。ゲイだったらみんな男好きよね。好き好き、ゲイだから仕方がないことだと。でも男にちょっかい出してる気がしますっていつも。フリーだからね。せめて彼女いる男性にはちょっかい出さない。別にね、ツンツンとかいいんじゃない？ね、うん、まあまあまあ、うん、まあ相手がね、OK だったら、うん、うん、ジュリさんさ、私のほら YouTube のあのそわそわチャンネルでさ、うんうんうん、あの自衛隊さんとか行くときさ、ほらイケメンね、あんたユニフォームの上からさ、うん、触ってんじゃん、うん、にぎにぎとか、あんなの、うん、あれを見てんじゃないかしら。あら、まあ怖いわ。でも全然嫌がらないもんね。ね、うん、嫌がるんだったらね、それ以上やらないけど、うん、向こうがウェルカムだからね、うん、まあ、要はコミュニケーションよ。そう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 、ということで丸く収めます、うん、はい。だって私、その自衛隊の子、
普通にやり取りしてるしね。後で教えなさい。はい、じゃあそして、はい、ちょっと番組もね、あの半分差し掛かったので、うん、ここで、はい、いつものね、はい、ミヤフェスさんから、はい、お願いします。はい、はい、宮城フェスティバルのこの曲聴いて〇〇フェスティバル、イエーイ、パフパフ、すいませんね、前回はちょっとお休みしてしまって開けなかったんですが、今回は引き続き開こうと思います。で、曲のリクエストを、いいですか？ごめんなさい。はい、いいですか？ありますよ。で、今回はラジオネーム石垣美和子さんからの、リクエストをおかけしたいと思います。ロビンソワさん、ミヤフェスさん、こんにちは。こんにちは。はい。いつも楽しくラジオを聞いています。ロビンソワさんは浜崎あゆみさんが好きと言っていましたね。そんな浜崎あゆみさん、今日新曲をリリースしたことをご存知ですか？ほら、してました？なんとなく、なんとなく、ええ、おお、そうかそうか、入ってくるわ。はい、出産後初めて出す曲ということで、ロビンソワさんに聴いてほしくてリクエストしました。歌詞は生まれたお子さんを思い書いたそうです。ぜひ聴いてください。はい、これからも応援してますということです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は楽しみ、うん、楽しみね、うん、聞いたこと、浜崎あゆみさんの、まあ、おひやの木っていうらしいんですけど、知ってました？ツイッターでね、ちょっとちらっと、うん、見たんだけど、うん、なんかあゆは、うんうん、ほら、いつも英語のタイトルなんだけど、うんうん、珍しく日本語だなってびっくりした。ああ、そうなんだ、うんうん、ほうほう、じゃあ珍しいというか、はい、うん、楽しみですね。はい、楽しみですね。じゃあお聞きいただきましょう。浜崎あゆみさんでおひやの木、どうぞ。どうぞ。はい、素敵、素敵な曲でしたね。浜崎あゆみさんでおひやの木でした。しっとり感があるけど、うん、後半結構力強くなんか歌ってる感じが、そうだね、なんか母なのかなって感じよね。うん、なんかすごいなんか聴いててうっとりするような曲でした、ね、曲でした。そして虹色チラーズからオリビアちゃん来てます。はい、ツイキャスでね、浜崎あゆみですねって分かってらっしゃるはいコメントでしたはい、結構ね、ツイキャスとメールたくさんいただいてるんですよ。うん、まあ、ツイキャスもね、さっき の, 海のお話、お盆の海は危ないなってことで米沢さんがおっしゃってまして、うんうん、あとお肉とお茶の、スタンプいただきましたありがとうございます。おいしい、もうお肉、今日ザ・ビッグでお肉買ったわハニーズと、はい、ということで、じゃあちょっとメールいきましょうか。はい、ラジオネーム空と君との間にさんです。はい、こんばんは、ロビン。あら、私を知ってるのかしら。夏といえば海ですね。今年はコロナがあるから、毎回楽しみにしているペンションが延期というか中止になってしまいました。ですね、私も行きたかったイベントがあったのよ。毎年この7月の最初の週末にやってるやつなんだけどね、うん、ちょっと後で話するね。うんうん、にっくきコロナ、本当に早く収束してペンションでシュワッとしたコーラを片手に、美味しいお肉やお肉、お肉もお肉尽くしね、お肉しか、それにお肉を食べたいです。いやー、いろんなお肉があるかしら、ね、そうだね、楽しみ、お口の中が潤うわロビンちゃん体すごいですよね、インスタも見てます。いやー、 Thank you very much。 あれは芸術と言い張っていたのですが、かなりエロいと思いました。あら、何のことかしら、何のことかしら、わかんない気になる方は自力で探してください。はい、頑張れば出てくるね出てくるかもね、かもね、はい続きまして、ラジオネームラブハンター V2 さんです。はい、片言、ラビンちゃん、フェスティバルさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は放送1分前に帰ってきて聞いてますよ。あ、おかえりなさい。お仕事？お仕事だったのかな？お出かけだったのかな？うん、おかえりなさい。ミヤフェスさん、先週お休みだったんですねって。はい、すいません。休みました。ごめんなさい。素直ね、はい。はい、急遽。ごめんなさい。はい、はい、私も恋したい夏といえば恋の季節ですよね。うん、ミヤフェスさんに質問です。はい。
ニチチラメンバーと付き合うとしたら誰がいいですか。なんかこれさ、前回来てなかった。俺前回の YouTube で聞いてたんだけどさ、うん、ロビンソワに来てたよね。なんかニチチラのメンバーと付き合うなら誰ですかって言って、付き合えないタイプがいないって。そうそうそう、あのだよね、あのこの世にこの人たちしかもういないって言っても、うん、私は自害する。何これ宮部さん、どう、絶対に一人選んでくださいって、ね、知らんよ、試練、試練ね、あの先週の罰よ。罰なのこれ。罰ゲーム、私たち。いや、絶対に誰、はい、絶対にロビンソワ、ジュリアン、うん、オーミン、オリビア、高山いるよ。やだ原始人。ええー。港川が来たんでしょ。一人絶対ロビンソワさん。え？あたす？あら。あたす？あたすかしら。うん。いやどうしよう。選びました。はい。選べと言うんであれば。選べと言うんであれば。はい。いやどうしよう、どうすればいい、私メイクの腕上げる。メイクの腕上げるわ、頑張る。頑張ります。はい、じゃあ、ね、ロビンソワってことです。はい、そうみたいです。選ぶんだったらね。はい、はい、ありがとう。はい。そして続きまして、沖縄ゾーンさん、こんばんは。ソワソワラジオの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。ジュリアンちゃんがいる、なんでそんなに痩せてるんですか、教えてください。痩せてない、痩せてない、私太った。太った太った、なんかさ女子でさ、うん、すごい痩せてる人が、私もう太ったからとか言ってる、なんかブスいるじゃん。それと同じ類でしょ。どういうことそれ。あ、でも内地にいるよりかは太ったよ、本当。内地の時は50キロ台だったけど、今はもう70キロ台よ。身長いくら。184。いくら。だって今70キロ台だから平均よ。184にしては、うんうんうん、普通、あ、今70キロ台、うん、あー、そうなんだ。そう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 、東京にいた頃50キロ台。そう、怖い、スプラウトじゃん。こっち来てからよ、めちゃくちゃ太った。なんでいっぱい食べたの、おいしいの、ご飯おいしい、最強食堂が。あ、最強。本当あそこ最強だわ。最強じゃん。意外と身近なとこで。そうそうそう。やばみ。びっくりした。意外とお腹周りが。あ、なるほど。お腹周りが意外とやばいよ。あ、意外と出てる、出てる。あ、大変大変、隠しました、隠して。ということで、ね、沖縄ゾーンさんの、はい、痩せてはいないらしいです。痩せていないです。太ってもいない、いるらしいんです。あ、自分では太ってる。そう、はい、はい、です。ね、以上。よくいるね、あのスリムな女性が、私太ったって言ってるのは、ね、そこへの小娘と一緒よ。何度も言う。そういう並び、うん、問題解決しました。はい、はい、以上メールでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あ、リベリッシュさん、ツイキャスからリベリッシュさんが来てます。はい、ジュリアンさん、こんばんは。こんばんは。リベリおまーって、おま、わかるでしょ。リベリッシュちゃん、リベリッシュちゃん悩んでる、覚えてないの、覚えてないな、まあ、見たら分かるよ。あ、そうね。そうそうそう、見たら分かる。あの、ジリアンさん、チャイナドレスお好きなようですし、お似合いですねって。ありがとうございます。ね、いつもあの、私がさ、ツイッターとかで、うん、あの、投稿したらさ、いつもコメントくれるのよ。うんうん。うんうん、素敵な彼女よ。うん、そして、オリビアさん、ジリアンさん、スタイルいいわって。ありがとうございます。なんかそのスタイルの秘訣とかあるの。特にない。特にないの。特にない、何もしてない。え、嘘。へー、うん、本当は、ね、いっぱい食べてる、ね、いっぱい食べてる。やっぱちょっと制限しないとやばいわ。ぽっこりお腹ん、下っ腹ぽっこりお腹で、ねえ、やばい、本当に。だからうん、本当にもう事件じゃん、もう事件。ナッチからも、あの、あ、ごめんなさい、あのベロニカちゃん、あのジュリアンさんスタイルいいから憧れますよって、特に足、ね、足はね、足毛がないから。そんなジュリアンさん、ここでちょっとせっかく来てる、あのラジオさ、参加してるんだからさ、はい、もうあなたの内に秘めた本当の姿を解放してみたらいかがでした。うん、ではここで、
あなたの闇に光明を、ジュリアンのスピリチュアルちょめちょめコーナー、イエーイ。ちょめちょめとはなんだ。いきなりよ。じゃあの突然来たコーナーですが、はい、あの、ま、ジュリアンさん、あ、基本ね、あのスピリチュアルって、ま、直接顔を合わせて、うん、ま、手とか顔とか目とか見て判断していくんですけど、ね、ま、ラジオからはね、ま、もちろん分かんないからね、できないので、うん、こう何かあのジュリアン的なこのスピリチュアルの何かお話とかってしていただけたらいいなと思って、喋りなさい。沖縄はでもほら龍の住む国島だから結構いい場所がいっぱいあるので、自分に合った場所を探して力添えをもらえればなとは思って、歌きがほらあるじゃない、いろいろ沖縄って、あ、そうね、あちこちね、だから自分に合った歌きを探して自分のなんだろう、守護霊的な感じで自分の身を守れるパワーをもらえればなとは思ってるけど、そう、歌きいっぱいある、本当。やっぱりあれかな、セーファー歌きが一番私は合うけど、人によっては合わないらしいから、うん、そうなのね、そうだから歌きでもなんかいろんなパワースポット行って、ちょっと一呼吸置いて、目つぶってなんか瞑想的なことをなんか心を無にするとなんかすごい心が落ち着くとか、なんか風を感じるとか、あ、もっとここにいたいって思う場所は自分に合った場所、で逆になんかそわそわしたりとか、なんか落ち着かないとか頭痛いとか寒気がするっていう場所は自分に合った場所じゃないから、そこはもう行かない方がいい、っていうかもう私たち自身が歩くパワースポットよ ね、そうよ集まってきなさい皆さん、ね、なんかね力をもらえそうですよ、あ、与える、うん、全然減らないからね、減るもんじゃないから全然与えるわ、ね、あ、そうだから人は、人によってほら四大元素ってあるから、人によって水の力をもらえる、火の力をもらえる、風の力とか土の力ってあるから、人によってそれぞれのパワーをもらって悪いところを全部出してもらえるとか、あれかな、あのこの方はそのなんて言えばいいの、属性、この人は水属性だなとかっていうのは見たら分かる、見て分かるんだ、だから水分を多めに取ってとか、ちゃんとお風呂に入ってとか、あとは火だったらもうあったかい場所に行くとか、あったかい飲み物とか食べ物を食べてとか、土だったらもうそこの途中から離れないこととか、仕事をずっと定年になるまで働き続けると、地に 足をつけるっていうのも大事だし、あと家の中に植物とか土関係のものを置くとそのパワーをもらえるとか、風だったらもう室内の空気をきれいに循環するとか、あとはちょっと高めのところに住むとか、風を浴びやすい場所に住むとかね、もあるから、いろいろと。なるほど。私は水属性だから波の上の方行ったりとか、あと海の力とかもらって、ちなみに私は何だろう、まだちょっと時間かかるかしら。あんたは火を。私火なの、へえ、あ、そうなんだ。で風だからね。あ、俺風、ミヤフェス、ミヤフェス風です。本当。意外とでも風ってのらりくらりするタイプが多いのよ。お、近江は？近江は私と一緒、水よ。あ、そうなんだ。うん、これあの相性とかって？相性は本当は火と水が合わないのよ。火の属性でもちょっと、なんだろう、風とか土とかに混ざりやすい火もあるし、もう火固有。もう独特の火の人もいるのよ。だからもうその人はもう頑固者とか、自分の信念を折り曲げないとか、人の意見は全く聞かないっていう人は大体火の属性が強い。あ、そうなんだね。これはあのこの自分でほらよく占いとかさ、ああいうのはあの自分の誕生日でとか、なんかいろんな本って出てるじゃん。この属性っていうのはもう自分で調べることってできる？あ、できるできるできる。方法とかって、方法はそういう本が出てるとか、出てるからそれを調べて自分の統計学、名前 とかあと文字数とか、あの何だろう、漢字にしろ、ほら
隠すってあるじゃない、はいはいはい、それを調べて統計学的に調べるっていうのもあるし、そうなんだ、あと自分の生まれた場所がどこだったかとかも、初めて聞いた、そう、意外と面白いよ、属性ってあるのね、でも4つしかない、4つしかない、あ、そうなんだ、錬金系とかその自然、自然の中では本当は6とか5とかっていうのあるけど、だから東京やったらほら五大元素、で結界を張って循環してるじゃない、東京は山手線沿いとか、なるほどね、結構深いわね、深いね、面白いね、知れば知るほど、ね、本当にちょっとじゃあ今度、はい、宮脇商店行ってみようかしら参考書類を、あ、質問が来てます、はい、どうぞ、これはオーミンのインスタライブからかな、高速の時中城を通過した時に耳鳴りするけどどんな意味か、あ、前から私そこ多分その人にとって相性が悪いんじゃないかな、あ、そうなんだ、その場所が、だから耳鳴りとかするっていうのはそこに何かがいるってことだから、それは聞くね、だからその人との相性が悪い、だからその人がちょっと的に霊的に何かを持ってるから、あ、この人だったら助けてくれるとか、私に気づいてっていうサインのかもしれない、なるほどね、だから通過してるだけだったからまだいいと思うよ、そこでちょっと止まっちゃったんだね、止まっちゃったりとかそこに住んでるとかだったらちょっと危ないかなと思うけど、通過だけだったらもう気にせず無視、なるほどね、それが一番、ね、もし何か見たとしても無視、同情したりとか、あ、見ちゃった怖っって思うと気づかれるから、なるほどね、お気をつけ合わせ、あのみこちゃんも、オリビアちゃんもツイキャスから、あの尺玉くんも私も何タイプが気になるわってじゃあこれはま ね、あのおい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 ね、発表できたらいいよね、そしてリブリッシュさん、あのこの方よ、ああ、はいはいはい、はい、お久しぶりでございます、そうリフェス、もうリブリッシュさんもジュリさんも大変よ、もうこの人、ね、もう東京に戻らないのかしらって言ってる、これはまた後で、あ、そう、ね、あのお伝えしてあげて、はい、そして初登場かしら、サランさん、なんだこの化け物、沖縄やばいなってね、あちこちやばいのいっぱいあるもんね、いっぱいあるよ、私たちより ね、それ以上にねやばいのいっぱいあるよ、ね、え、これでやばいってなんか怯えてんの、ね、え、ウケる、ウケるえ、こんなのザラにいるから、ザラいよもっとやばいのいるよ、ね、あの人それぞれそれぞれのやばさがあるからね、そう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 、なんか怖い大変さ、あのということでね、あの全然 LGBTQ の話してませんけどもとりあえず一旦また CM に行きたいなと思いますので、はい、ちょっとじゃあ、お願いします、 CM をどうぞ、ロビンソワのソワソワラジオ、はい、 LGBTQ をメインに話すはずのミニ情報番組ロビンソワのソワソワラジオでございます、はい、残りわずか4分ぐらいかな、はい、じゃあ、 あの、はい、先ほどの並びであのジュリさん、はい、あのスピリチュアルの、はい、はい、私普段スピリチュアルカウンセラーをやっておりまして、何かお悩みとかなんか相談してほしいことがございましたら、ツイッターではジュリアン JU なんだっけ私名前が JULIAN で調べたら出てきますのでぜひご連絡をください、はい、だいたい40分6000円でやってるんですけど、だいたいもう50分になったりとか、1時間ぐらい超えちゃうので、はい、ぜひ来てください、人によってはね、もうたくさんいろいろ出てくる、そう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 、一つ二つじゃないからね、ね、人ね、あの私ロビンソワとかあとネジ色チラーズとかで、あのね、インスタ、ツイッター、フェイスブックいろいろなやってるから、まあ、私通じてでもあの紹介はできるので、あのもしお悩み相談あればぜひぜひぜひ、はい、あ、だけどあのお払い系は私できないのでそれは違う方に頼んでください、よろしくお願いします、条例系はできないので、はいはい、そして虹色チラーズではあの LGBTQ に関するあのお悩み相談もあの受けておりますので、まあ、あの FM 小座にメールを送っていただいてもいいですし、あとあのダイレクトメールとかあの Twitter インスタ通じてあの連絡していただいてもいいので、ぜひぜひ何でもいいので、またちょっとメイクに関する
相談とかそういったお話でもいいのでぜひお便りください。はい、お願いします。はい、お願いします。そして7月23日木曜日祝日なんですけども、うん、ここ FM 小座じゃなくて、沖縄市、アーケードでかな小座町浴衣コンテスト第2回目が開催されるということでありまして、うん、なんと私たち虹色チュラーズから私ロビンソワとオーミンと、ベロニカちゃんできるかなとオリビアちゃん、うん、で出場します。ゲストをお呼びされておりますので散らかしに行きます。23日木曜日祝日、うん、皆さん祝日なので皆さん来れるのでみんな来てください。よろしくお願いします。そして、まあ、虹色チラーズではね随時メンバーも募集していますし、あといろいろねサポートしていただくいただける方もメイクだとかあと衣装とか、うん、いろいろね一緒になんかこう活動していきたいなっていう人の方がいればぜひご連絡いただければと思います。ホームページ作れる人も、そうね、ホームページも作れる人もいたらそしたらじゃあ次は7月の12日、うん、日曜日ですね。はい、いつものようにまだテーマは決まってません、はい、またツイッターで放送したいと思います。はい、この番組はエンジョイ沖縄ダブルギアの提供とお相手はロビンソワと宮城フェスティバルでお送りしました。はい、ゲストにスト、ジュリアンとオーミンがいました。ありがとうございます。また明日から1週間頑張りましょう ねみんな頑張ろう ねみんな頑張りましょう、うん、はい、それではまた来週までそわそわしながら待っててな。バイ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 ワンオクトバケティカ